やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。もうじゃあ、あら今日はただの散歩だな。ゴリゴリに人がいる。いや、こんちゃん深夜とか迷ったんだけど、やっぱり秋葉原は人がいた方がいいかなと思って。どこにいんの俺。ああ、なるほど。わかんない。見ても分かんなかった。秋葉原をちょっと散歩していきますよ。秋葉原って俺実はあんま来ないから、何がどこにあるか分かんねえんだよな。俺は相変わらずいつもの不審者スタイルで配信をしております。仕事帰りかな。メイドカフェ配信は今度してみたさはあるね。ガールズクラブ、視覚系女子の働くお店。なんでもありやな、視覚系女子とは。いやでも多分だけど、メイドカフェ配信も。そうなんですか。早っ早っ。もう、はい、どうも、久しぶりです。サンクエドアルです。あっえ、秋葉ってさ、よく来る。これ、12月に東京来たんですよ。あ、来たばっか。秋葉のメイドカフェに来るためにこっち来たんですよ、うん、え、じゃあメイドカフェどんぐらい行った。12月から今までで200万使ったんです、うん、はマジ、はい、マジ、はい、ちょっと待って、どういうこと。その200万っていうのが何回行ってなの。いや、もう数え切れないですよ。1回が何円なの。何をして基本、はい、テーブル料と、うん、ワンドリンクだと、うん、メイドさんと話すには、うん、いわゆるコンカフェっすよね、うん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 、ドリンク入れるんですよ。1500円とか1200円の。でもさ、その値段で1回が多分5000円ぐらいでしょ、はい、高くても、はい、それで12月に来て200万いってんの、はい、シャンパン入れてるイカレリスナーやん。おすすめのメイドカフェ知ってる？今まさにその話をしてたんだ。メイドカフェですか？どういうのがいいですか？俺、自分が行ってるコンカフェみたいなところがいいのか、うん、いわゆる想像してるモエモエキュンとかやる。じゃあもうベタなのがいいかな。モエモエキュンがいい。じゃあアットホームか、うん、秋葉絶対領域がいいと思う。まあその言ってくれたところって多分混んでるところじゃん。大メジャーなところ。もう秋葉にいるんだったらもう一度は行った方がいい。行った方がいいっていうレベルのメイドカフェではあるんだ。で、なんかちょっと穴場的なところをさ、教えてほしいな。多分そういうところだと、あ、ちょっとってなっちゃうんだ。でも穴場チックだと、うん、何点か知ってるんですけど、うん、全部出禁なんですよ。お前マジヤバいや。連絡先の交換とか必ずダメなんです。まあそりゃそうだろうね。手当たり次第連絡先聞いて。メイドカフェに通うためっていうか、うメイドさんと付き合うために東京に来たの。ガチ恋してメイドさんに、ある一人の。あ、一人のね。で、メイドさんに、自分でと片道3時間車かけてきたんですよ。うん。メイドさんから、ちょっと東京来てよと。うんうんうん。ちょっと期待しません？さすがに。いや、まだせんよ。よし、じゃあ分かったろ。まだせんから。仕事を、もう次の日、次の週も仕事始始めて。ちょろすぎる。オタクちょろすぎる。マンションも契約して、もうマジ？その話は10月で、もう12月に引っ越してくるからっつって来た。うん。これコロナだから。じゃあなるほどな。なんかそのメイド喫茶っていうでかいところじゃなくて、メイドの女の子に東京来てって言われたからこっちに来たんだ。皆さんに一回はちょっと言ってもらえるのがリフレです。うん、リフレってのは何？自分今からなんだかんだ行くんですけど。今から行くんだ。そのためにこっち来たんですけど。うん。これ言っていいのかな、犯罪なんすか。ダメだ。お前ヤバすぎる。俺ベタなやつが見てみたいよ。あ、もうメイドさん、うん、萌え萌えキュンが見たいかな。あ、だったら、もう変な話、ビラ配りしろ女の子を捕まえてた方が早かった。捕まえるとは。お散歩から拾うんですよ。そうすると一緒にお店まで来てくれるんで。じゃあ、ああいう女の子を、あ、ちょっとタイプな子がいたら一緒に行こうよっていう。そしたらぼったくられるっていうのがよくある話なんですけど。
なんかさ、俺も聞いたんだけど、秋葉今結構やばいんじゃん。やばいですやばいです。結構なんかやばい店たくさんあるでしょ。やばいですやばい。ぼったくりメイドキッスみたいな。やばいです。でも、あらどうなる？俺も最初それなんだよ。一発目それだった？はい。あ、そっか。一番最初の会計で1時間4万とかした。それはキャッチから言ったの？キャッチから言った。可愛いなと思って自分から声かけて。キャッチからだとちょっと怖いんだ。あれでもう一人飲み放題とかは。うん。なんで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 、ああいうのがぼったくりが結構。え、相場は何なの？50分でどんぐらいするものなの？基本飲み放題は気をつけた方がいい。あ、そうなんだ、はい、ここは一体何なんだ。なんでお前と。あ、わかりました、今からホテル向かいます。怖いっすね。あれが危ないですよ。あれ危ないですよ。じゃあ俺ちょっと散歩してくれ。ありがとう。配信見ながらリフレイル。あ、いや、いいよ、自分で集中しろ。じゃあね。すげえの来たな。なんかちょっと濃い回になりそうだけど、俺そんなん想定全くしてなくて、ただのゆったり雑談散歩なんで。これだけお願いします。ラジオ会館見に行く？ラジオ会館って意外と地味よ。サインズゲートの聖地。これラジオ会館初めて行った時は早っ、またか。もういいって、お前振りじゃないんだよこれ。牛乳ちょっと写真一枚。うん、トロ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 、いいよ。牛乳ありがとう。全部飲むから。ありがとうね、またね。秋葉原危ない。秋葉原お前らの巣窟すぎる。今後秋葉原散歩なしだ。あれだね、みんなさ、メイドさんさ、俺が歩くとさ顔そっぽ向けるね。ダメなんだろうね。メイド喫茶をやってること自体を隠してるのかな。怖いな。おい、カメラじゃなくて俺、俺自身がか。なんだ、秋葉原こういうパソコンショップもたくさんあるね。さっきガレリアあったしな。なんか食おうとかじゃないんだよ。違う。あいつが来たせいで配信の方向性が変わったけど、もともと今日の方向性が、まあ、景色の変わる雑談っていうことで、俺は散歩しに来てるから。でもマジで何するでもないぞ本当に。あとラブライブの聖地か。ラブライブの1話かなんかで初めてなんだっけ、スクールアイドルを主人公が見たのがここだった気がする。俺秋葉原なんてほぼ1回も来たことなくて、用がなかったから。でシュタインズゲートを見てから秋葉原来たんだけど、俺この駅見た時どん上がりしたからね。マジで気象いいリアクションあったと思う。フェイスニャンニャンだったり、男女だったり、まあ、いろんな人の、まあ、ベータ世界線を書き換えていって、で一番最後、マキセクリスこれで助かるっていう時に、マキセクリスがちょっとあれっていう結果になった時に、ここで慰められるんだよな。一番最初の世界線に行くと死んでしまうっていうのが分かって、でバイバイするとこもここかな。私がいない世界線でも元気にやってねのところ。こういう光景とかさ、秋葉来たことない人って意外といるんじゃない。ほらこういう光景とかさ、秋葉って感じしない。なんかわけのわからん PC の部品とかが無限に売ってる店。ここですね、ラジオ会館。人で飲むことができちゃいます。全てのシュリー様、お嬢様がハッピーになれるように。この上がほら、そこがタイムマシンが落ちた場所、一番上映ってるかな。これだからね。相変わらずな、これで俺はスタミさんっすか。もう来たな、やっぱり。ちょっと一回 T シャツだけ映していい？いいですよ。ありがとう牛乳、2本目でやった。みんな牛乳くれるから助かっちゃうよね。何ですか。ありがとう、ちょっとあげたいと思って。ありがとう牛乳、助かるわ。え、生息地はやっぱり秋葉原ですか、それだと。その感じだと秋葉と言ったら秋葉原に住んでるよっていう格好をしてるもんね。はい、いいね、やっぱ。ありがとう牛乳、ちょっと飲むから、はい、またね、バイバイ。
はい、マジマジか、どうも。どうも、お前牛乳は？いや、ないっす、ないっす、持ってないっす。お、何牛乳差し入れ忘れてんの？なんかさっき、あ、重そうなんで。あー、そう、重そう、重いか。なるほどね、優しいな。いいよ、取ろう取ろう取ろう。はい、ありがとう。ありがとうございます。またね。次は牛乳持ってこいよ。オッケーオッケー。はい、ありがとうね。でもさ、こうなるとさ、マジで一番目のやつやばくね？みんなさ、写真撮ってくださいって言ってさ、なんか差し入れくれてさ、応援してますってすぐ剥がれるわけよ。あいつどんぐらい一緒にいたってんだよ。すいません、ちょっとご迷惑かもしれない。いやいやいや、牛乳分かってるね、ありがとうございます。もしよかったら写真撮ろう、写真撮ろう。今ちょっと仕事終わりに、仕事終わり、お疲れ様。見てました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。待ってるね、またね。ありがとうございます。はい、牛乳が今日は3本というわけで、これがあれだね、これなんか今後の数値になっていくね、俺の今後のなんかそのステータス的な、この土地はまあスタミジャパンに熱いのか熱くないのかっていうその数値になっていくと思います。秋葉原3本というわけで、1人ちょっと持ってき忘れたから、そういうのはノーカウントにしちゃうからね。牛乳やめないか。牛乳はね、ぶっちゃけやめたいよね。お、牛乳じゃないですけど。お、牛乳じゃない、なしのサンドイッチ。 ありがとう、牛乳たくさんあるからサンドイッチ助かるわ、ありがとうございます。撮ろうぜ撮ろうぜ。あとね、サンドイッチ助かるわ。またね、バイバイ。分かってるなぁ、気の利くリスナーが必要だって言ってんだよ。ここで一つね、サプライズが必要だと思ってたんだよ。おっと、びっくりした、お前声でかいんじゃん。ごめんなさい、お前声でかい。大阪から来て、めちゃめちゃテンション上がってて。マジで大阪からじゃん。そう、大阪、まあ、偶然来てて、スタミさんがいるって聞いて今来て。あ、マジで？めちゃめちゃ秋葉原ない、それ何だったのそれ。これ、UFO キャッチャーで撮ってきたんですけど。なんかしょぼくない、もっとでかいな。3年、4年、4年くらい。マジマジ本当見てます。めっちゃ大好きです。いや、いいね。写真撮ろう、じゃあ。写真撮りましょう。写真撮ろう。もうゲマゲマずっと大好きで。いいね。いいね。Twitter のプロフィールのところに、ゲマゲマ大好きで書いてるんですよ。もし固くもぜ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、震えちゃった。ありがとうございます。はい、またね。ありがとうございます。バイバーイ。いや、マジでちょっとめっちゃ可愛いやつだったな。いや、俺気持ちがね、痛いほどわかる。めっちゃ体が震えてた。あるよな、そういうの。俺今はなくなったけどさ、緊張するとああやって震えるよな。はい、じゃあまたね、また配信しようと思います。なんか本当にどこ行ってほしいとか、なんかおすすめのルートとかあったら DM 欲しい。本当に散歩、何をするでもなく散歩、なんかこういうルートおもろいですよとか候補があったら言ってくれると嬉しいです。はい、じゃあもう東京周辺、関東内にしよう。いや、ほん散歩だからもうパッと行けるところ。はい、お願いします。お疲れ様でした。さよなら、スタミジャパンでした。